されたということです。福山と尾道で現在は、ね、2つのグループで演奏されていらっしゃいまして、それから現在はソロでの練習演奏も楽しんでいらっしゃるということです。ご一緒いただける方がいらっしゃいましたらぜひという、ね、メッセージもいただいていますよ。で今日は歌謡曲から酒よ、そして課題曲のひまわり、映画音楽から禁じられた遊び、そしてクラシックギターから、失礼しました、クラシックからはラグリマを届けてくださるということで、まずは最初の曲、ご存知の吉幾三さんの作詞作曲でヒットしたナンバーです。ギターカラオケとして演奏してくださるということですよ。それではお願いします。酒よ。ステージに登ってきちゃいましたけれども、続いては
ですね、このひまわり音楽祭の課題曲となっていますひまわりをご披露いただくんですけれども、鎌本さんはこのねひまわり音楽祭を立ち上げられたということでね、ちょっとお話もこの時間に伺っていこうかなと思うんですけれども、まずはどうしてこのひまわり音楽祭が始まったのかというところをご紹介いただきます。あ、失礼します、すいません、ありがとうございます。ご存じの通り2010年11年にかけて尾道と大阪を舞台にした鉄板という NHK の朝ドラがありましたね。あれで使われたこのテーマ曲というかザ・鉄板ということでしたので、その後尾道の観光客が多分減るだろうと当時をピークとしましてね、なるべく減らさないようにという意味を込めて、じゃあ何かやることはないかと、たくさんやってみよう、だったらネーミングはひまわり音楽祭でいいんじゃないの、チューリップ音楽祭でも尾道音楽祭でもよかったんですけども、まあひまわり音楽祭にしよう、そういうことです、そういう意味です。でも明るいイメージもありますし、いいネーミングですよね。ありがとうございます、はい、そしてまあその頃から観光客の方減るんじゃないかなというふうに思われていたということですけど、ここのところねすごいですよね。多分このひまわり音楽祭が聞いてんじゃないかな。そうだと思います。でもそれもまた嬉しいんじゃないですか。確かにね、これはもう皆さん尾道の方、皆さん尾道の皆さん福山からも駆けつけてくださるわけですから、この音楽祭にね、いや広島からも実は来ていただいてるんですよ、ということですから嬉しいですね。いろんな楽器で演奏していただいていますけれども、音色がそれぞれ違ってまた違う曲に聞こえるって面白いですね。そうですね、同じ、曲なんですけれども、曲人があるいは楽器が異なればね、違いますし、味わってぜひいただきたいと思いますね。来年もおそらくピアノ系が出てくるんじゃないかなと思いますけど、ほどいろいろとね趣向を凝らしてずっと続けていらっしゃるということで、この後もこんな風に聞いてもらいたいとか思いがありましたらお願いします。ぜひ楽しんでください、それだけです。はい、ありがとうございます。はい、お立ちいただきましてお話を聞かせていただきましたが、代わってはその先ほどねお話にも登場しましたこのひまわり音楽祭の課題曲ひまわりを届けていただこうと思います。お話にありました通り10年ほど前に放送されました朝ドラ鉄板のテーマ曲、葉加瀬太郎さんの作曲の曲です。それではお願いします。Thank you.
出ていただきました。さて、変わっては映画音楽から一曲ご披露いただきましょう。こちらも耳なじみのある曲かと思いますよ。1952年にフランス映画でイエペスが演奏して一世風靡した曲、禁じられた遊びです。流れたようなそんな感じがしましたね。さあ、続いてが最後の曲ということになります。変わってはクラシックから1曲、有名なアルハンブラの思い出を作られました18世紀のクラシックギター音楽の偉大な作曲家タレードの作品の一つということで、ラグリマをお届けいただきましょう。
という曲を聴いていただきました。鎌本勝さん、ありがとうございました。